皆さん、ピヨコです。はい、私は今、釜山のヘウネに来ています。イエこんにちは。韓国女子のピヨコです。はい、皆さん、釜山といったら何ですか？돼지국밥。そうですよね。それでは皆さん、돼지국밥といえば何ですか？釜山ですよね。1年前にこちら釜山のヘウンデに来た時に、すごく有名な돼지국밥の店があるんですけど、そこに行ったらすごく並んでいてて行けなかったんですけど、今回やっと勇気を出して行ってみたいと思います。はい、それでは皆さん準備できた？はい。それでは釜山ヘウンデの一番美味しいデジクッパの店スタート。ちょっとテンション上げすぎ。皆さん、急にめちゃくちゃ寒いんですけど、はい、まずスタート点はこちら、釜山のヘウンデ駅3番の出口です。3番の出口から直進していきます。はい、すごくここも簡単ですよ、行き方が。はい、こちらのスタバがあってね、こちらの、はい、ラマータホテルに泊まってるんですよ。今1泊で8万ウォンぐらい、はい、8000円ぐらいで、かなりリーズナブルな価格で、多分歩いて3分ぐらい。それではこちらです。あんにょー。あ、今マスク着用義務解除されたから、はい、こちらです。おぼくデジクッパっていう店です。こことても人気のようですが、入ってみましょう。あ、24時間オープンとなっています。ピヨコ来ました。아무데나앉으면되나저기요돼지국밥두개랑요오노미세하이가또딴야사시간지가一気に伝わってきます。はい、カッテギと、あとこれはサムチャン味噌かな。あと唐辛子と、あの玉ねぎと、私の大好きな白菜キムチとニラ置かれていました。網の塩辛って書いてありますが、あ、やっぱりそうでした。あとこちらはタテギですね。唐辛子の薬味、塩コショウが置かれています。釜山のソミョン、デジクッパ通りがあるということなんですけど、私は今回はヘウンデに来てしまったので、今3日目なんですけど、昨日も一昨日もずっと人々が並んでいたので、すごく気になってこちらに来ることになりました。美味しそう。はい、それでは早速いただきます。まずはこのスープだけを飲んでみたいと思います。おさせよ。この店はですね、やっぱり濃厚系のスープですよね。ヘウンデにもう一軒ありますが、デジクッパの店が、そこはあっさり系だと聞いて、こちらは濃厚系と聞いたから私ここに来たんですけど、大当たりです。すごく濃厚しています。これは本当に長い時間、この豚骨をね、じっくりと煮込んだ感じの濃厚な白いスープになっています。デジクッパの場合、やっぱりあれが気になるんじゃないですか、このお肉の臭みがあるかどうか。でもお肉の臭みが全くなし、香ばしい香りだけあります。そうめんを溶かします。やっぱりクッパですから、ご飯もちゃんと入れないといけないですね。はい、全部入れます。スープがね、まあ、ニラを入れるとまた香りが変わる。まあ、肉をまた食べてみます。
肉とても柔らかい。この豚肉はですね、あのスリットの方法で作ったらしくて、真空低温方式でもう口の中で溶けるような感じの、美味しい。はい、それでは唐辛子の薬味も入れたので、唐辛子の薬味をちゃんと溶かして、昔からこのデジクッパが人気がある、そのゆえがわかります。白菜キムチを1個のけて、キムチもちょうどね、私の口に合う、多分日本の方には若干辛いかも。私実は最近寝不足だったり疲れていたんですけど、すごくあったかいこのデジクッパを食べると、その疲れがもうぶっ飛んじゃうような。デジクッパの由来っていうのがあって、あの韓国でも2つの話がやっぱり代表的。1つ目は皆様も多分ご存知の、そうですね、1950年の韓国戦争の時に単に避難してきた人たちが食べ物がなかったら、その時米軍基地から出た豚肉を使って料理にして食べたのがこちらのデジクッパだっていうのが1つ目と、また2つ目は朝鮮時代にも釜山は貿易が活発だった都市だったんですから、時あの商売をしてた人々が早く手軽く済ませるようなあの料理を作り始めたのがこちらのデジクッパっていう、まあ伝説デジクッパはお一人様でも手軽に食べられる一品の料理ですので、皆様もぜひ釜山に来ましたら、釜山を代表する名物料理はい、デジクッパをお楽しみください。私は今ブルーラインパークのスカイカプセルに乗りに来ました。Baby, it's not right. It's not right. No. Going insane. あのスカイカプセル若干揺れてるんですけど、でもこうやってカプセルの中でこう海を眺めるのもすごく幸せで。はい、かき氷食べに来ました。ということで、はい、釜山駅に来ました。またソウルに帰らないといけないので、あーもう帰りたくないな。はい、それでは皆さんまたね、止まんなよー。